はい、始まりました。コンビニチャンネルのパリピョンです。今日はですね、初めての海外に行くので Vlog 回します。この間もコッサンがね、いない動画やったんで、コッサンファンの方本当申し訳ないんですけど、今日は女子旅ということでゆるくね、カメラ回していければなと思うんで、じゃあ今から飛行機乗って行ってきまーす。韓国着きました。今インチョン空港に着いて歩いてます。韓国のスタバです。韓国限定のストロベリーデライトヨーグルト味のやつを頼みました。いただきます。うまっ。すいません、シャキに飲んでしまったんですけど。シャキじゃーん。ソウル駅に着きました。やっとホテルに荷物を預けたので、今から遊んできます。この街めっちゃ臭いです。ホンデに来ました。私たちが泊まってるホテルは古臭い感じの街やったんですけど、ここは都市って感じがしますね。若者の街やな。お花かわいい。めっちゃ屋台に服がありますわ。なんじゃこりゃ。500円から安い。おー、韓国のおでんや。すんごいや、韓国ダイソー。なんか日本のダイソーとは別物らしいです。無関係らしい。ドンキみたいなのが出てきたんですけど、これ500円や。安っ。え、これ500円なん？安ない？いや、いらんけど。安いか高いか分からへん。なんか冷たいな。全部が100円とは限らんっぽいですね。パックもいっぱい売ってる。初の韓国ダイソーの品物ゲット。メガコーヒーというところに来ました。追加ジュースがうまいらしいんで、めっちゃ美味しい。やばい、めっちゃでかないですか？わかります？手よりでかいっていう。ちなみにスイカの多分普通サイズで4000ウォンでしたね。あー、スイカゲットはスイカジュース。マンゴーマンゴー。いただきます。めっちゃうまい。これ絶対コスさんも好きや。今からタッカンマリを食べに行きます。ちなみにこんな感じでザ・韓国って感じがする気がする。ここに来ました。チン・ハルメダ・カンマリ。到着した瞬間に出てくるみたいならしいんで、楽しみやな。これがタッカンマリです。タッカンマリで一番有名ってと間違えてました。私は知らんけど。それではいただきます。まずキムチだけいただきます。辛いな。辛い。酸っぱい。酸っぱない。酸っぱい。なかなか出てくれば分かるかも。あ、最高。人生初タッカンマリいただきます。あ、うまい。スープがめっちゃ美味しいらしいんで、うん、めちゃめちゃうまいですわ。ごちそうさまでした。次はカンジャン市場に向かうそうです。まだ食べるみたいですね。もう中はパンパンなんですけど、え、スロットがある。スロットがあるぞ。いいね。猫おる。カンジャン市場見えました。韓国の映像でよく見るますわこれ。どこがやねん。どこがアリエルやねん。生きてるタコがめっちゃ多いですね。ドーナツ屋さんに死ぬほど行列ができてて、これに並ぶのかっていう感じなんですけど。ドーナツ屋さんがその窓あったところなんですよね。ちょっと一口だけくれへん。買わないよね。はい、買いません。ちょっと無理です。いいよいいよ。このドーナツ屋さんに行きました。これがこれになるみたいです。これ100円らしいですね。めちゃめちゃ安い。じゃーん。いいっすか。もちろん。ありがとう。もらいましたんで、ちょっと一口食べます。いただきます。うん、おいしい。おいしいやろ。100円でこれはめちゃめちゃうまいかも。さっきパックのお店に行っていっぱいパック買いました。ほんで今はこのニューニューってとこに行きました。カチューシャとかカバンとかめっちゃ安くで売ってたんで買いました。ということで、ホテルに到着しました。3人部屋なんですけど、見てください、2段ベッドですね。
人が下、お二人が上みたいな感じですね。安いところ予約したんでね、寝るだけなんで。お風呂と、とりあえずこんな感じですね。バカ開いてる。ほんで、これですね。まあ、寝るだけなんで、と思いましょう。一旦、今日は終わります。バイバーイ。いや、シャワー弱すぎるやろ。おはようございます。2日目です。今からロンドンベーグルを食べに行きます。着きました。ロンドンベーグルです。めちゃめちゃ並んでる。ほな並びます。食べてるシーン撮るのめっちゃ忘れてたんですけど、とりあえずプレーンの味は食パンの白い部分を手で潰しまくってこねくり回したような味がして、結構私は好きな味でしたね。小学生の時に食パンの白い部分をこねくり回して食べとったんで懐かしい味がしましたね。美味しかった。今、アサイーボウルの次に流行っていると言われているグリークヨーグルトを食べに行きます。もう今日めっちゃ雨で最悪。着いたんですけど、見てもらったとおりここもめっちゃ混んでますね。長づいた。だいぶ進んできました。ドトリガーデン、ここでヨーグルトを頼むよ。ちなみに日本人だらけやった。はい、グリークヨーグルトが来ました。カカオダブルにしました。それではいただきます。これシラス？何？シラスはやばい。シラス丼？シラス丼ですかこれ？じゃあいただきます。 That is the restaurant. 味わったことのない味。美味しい。あんま好きじゃない。カヌレも買ってみたんで食べます。いただきます。これはめっちゃうまい。これはヨーグルトはちょっとあれやけど、でもこっさんもね、カヌレ好きなのでお土産これちゃう。こっちお土産に買ってあげました。袋どっか行けますか。行きます。じゃあまた後で。はい、アクジョンってとこに移動してきました。見てほしいんですけど、なんか日本語がありました。比較しろ、対敵する相手がいないだろう。どういうことやねん。行きましょう。ジェラート屋さんに来ました。じゃじゃーん。私はバニラとチョコのミックスの味とスイカの味を選びました。友達は米味とミント味にしてましたね。これがスイカとバニラチョコで、米とミントですね。いただきます。じゃあまずはスイカから。うわ、やばない？うまっ。めっちゃスイカやな。いや、これスイカ嫌いな人わかんな。なんやろ、まあ、ちゃんとスイカやな、うん、じゃあチョコ&バニラ。まんまいよね。米食べてみて。米めっちゃ美味しい。マジ米やろ。米がちょっと入ってんの。しかもいただきます。え、米入ってるやん。やろ、不思議食感。不思議やん。うまっ。結構いろんな服屋とかアクセサリー屋さんとか行ってきました。ほんで今から行くところはオープン YY です。キティちゃんとコラボしてて、いっぱいキティちゃんがいるみたいなんで。え、そうらしいで。めっちゃ嫌やねんけど。嫌とかや。あ、そう、友達だね。キティちゃんめっちゃ嫌いなんですよ。あ、キティちゃんや。かわいい。イエーイ。はい、次はイテウォンに来ました。イエーイ。イテウォンクラスや。わー、ずっと見たかったイテウォンクラスのモデルの店になったところに行きたいと思います。はい、いっぱい歩いて会いました。知ってる人は知ってるタンバムですね。あ、イテウォンパクセロイ。普通に居酒屋やってるんですね。ミョンドンに来ました。今ロッテマーケットのフードコートに来ました。じゃじゃーん。これは赤いとりあえずラーメンですね。この方が食べてるのは牛骨ラーメンです、うん、でもう一個友達とシェアしようって言ってユッケビビンバを頼んだんでちょっと待ちます。ほんで見てほしいんですけど、これやばすぎます。これ紙でなんかコップ作りましたみたいな。なんかもうめっちゃ柔らかいというか、やばい。これなんか紙に口つけてるみたい。ボロかせって申し訳ないんですけど、友達から牛骨ラーメンをいただいたんでちょっと食べます。いただきます。なんかクリーミー。美味しい。これありがとう。食べてる間にユッケビビンバ来ました。じゃじゃーん、美味しそう。シェアして食べたいと思います。めっちゃ辛いけど美味しい。あ、辛い。味はめっちゃうまい。美味しそう。早く食べたい。混ぜて食べよう。うん、じゃあユッケビビンバいただきます。
構間違いないかもしれない。めっちゃうまい両方とも。友達いっぱいおったらシェアできるし、めっちゃおすすめです。で、友達に言えと言われました。じゃあ、ゆっくり食べまーす。フルッタエスイカ丸ごとジュース。なんていう、丸絞りジュース買いました。いただきます。うまっ。ほらマジでいらんもん入ってなくて、スイカが売ってるんですよ。それをミキサーにかけて潰してジュースにしてくれたって感じのやつを飲んでます。マジでうまい。ホテルに帰ってきました。オリーブヤングってところに行って2万円分ぐらい美容用品を買ったんで、ちょっと写します。じゃじゃーん。こんなに買って2万2000円ぐらいでした。なんかめっちゃセールされてて、めっちゃいろいろお得に買いました。これはお母さんとかこっさんにお酒しようかなと思います。気づいたらね、11時56分になったんで、お風呂入って寝ようかと思います。明日もカメラ回したら、また明日、今日で終わりだったらまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。大阪帰ってきて疲れてカメラ回すの忘れたんですけど、大阪帰ってきました。お久しぶり。お久しぶりです。ね、そんな嫌そうな顔してるんですか。まあ次の動画か次の次の動画か見てもらったらその原因がわかるはずです。すいません、仲良くしましょう。さあ、じゃあこれからも頑張っていきましょう。ネギの方がいいですか。ネギの方がいいですか。ネギ、ネギがいいです。そうです。